身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。今日はですよ、この動画実は緊急で撮影しています。なぜかね、皆さんももしかしたらご覧いただいたかもしれません。あの前澤友作さんがなんとですけども、宇宙に行ったら背が伸びる説ってことで、先日ですね宇宙に行かれたのね、皆さんもご存知かもしれませんが、宇宙で実際に身長伸びる、ね、どうかっていうところで検証していただいた動画がアップされましたので、それについて、ね、私解説させてください、ね、解説ポイントいくつかあります。まず一つ目ですね、最初前澤さんの方から、ね、説明がありました。どうして宇宙に行くと、ね、身長が高くなるのかっていうところで、いわゆる地球だと当然ですけど重力があるわけですので、その分ですね骨が縮むっていう、ね、表現を、ね、使っていただいてたかなと思うんですけども、ちょっとそこをねまずポイントとしては、おそらく骨が縮むっていうのは強度的にはそこまで考えにくいかなってところがあります。それ以上にやっぱり骨と骨のこう隙間の部分ですね、まあ、より軟部組織みたいな柔らかい組織の部分ですね、例えば軟骨だったりだとか椎間板だったりだとか、あとはですね、まあ、人体の圧縮率とかですね、まあ、筋肉の圧縮率もおそらく違うと思いますね、まあ、そういったところが大きいのかなと、まあ、ただもちろんですよ、骨が多少あると、まあ、1% とか、そういったレベル感でも誤差はあるような可能性はあり得ると思います、まあ、1% でもね 100cm であれば 1cm ですので、まあ、十分な変動率というふうな、ね、表現もできるかもしれません、まあ、それに対してですけど、ね、前澤さんですね、実は今何 cm なんですかって質問を受けてますね。ここもねいい内容だったと私は思ってます、なぜかというと前澤さんですね、私の身長は朝起きた時だと 163cm、 そして1日で、ね、歩き回ると 162cm ということですね。さすが前澤さん、パチパチパチってことでね、あのクラスの人になりますとですね、やっぱ物知りだなと私ね、はい、本当に思います。身長はですね、朝と夕方で大体1から3センチ程度違いますので、朝の身長と夕方の身長で両方答えていただいているってところ、さすが前澤さんのところだと思いますね。私の YouTube ご覧いただいている方だと、まあ常識かもしれませんけどもね、世間ではまだまだ常識とは言えないぐらいですね、専門的な知識、まあコアな知識という表現もできると思いますけど、まあ前澤さんそこをご存知だと思います。まあ逆にちょっと裏返せばなんですけども、まあ今回ですね、宇宙に行けば身長伸びるかっていうのは、朝の身長が高い理由と、まあ、少し似ている部分もあるかなと思いますね。そういった点でもですね、参考になるようにも思います。ということで早速なんですけども、最初にですけども、前澤さんの方ですね、初回滞在2日目に測っていただいた身長は大体 164.5cm、 そして最終日のちょっと手前ですね、約10日間ぐらいいた時点ですかね、その時点でも測っていただいて、まあ、その時点でも実はあんまり変わらなかったということで 164.5cm ということで、滞在中に身長がね、ぐんぐん伸びるというようなことはなかったんだけども、まあ、少なくとも地球にいる時よりは高そうだなっていうところが一つになります。ただし計測の状態もですね、まや不安定な状況で計測されているのがよくわかりますので、まあ、どれほどですね誤差のない値かっていうのはやはり検証する必要があると思います。ただし今、まあ、幾分か悪いことはなさそうだなっていうのがやはりこの動画からもわかると思います。追記としてはですね、まあ、当然なんですけど、まあね、地球に帰ってくるとおそらくね同様の身長に戻ってくるのが推察されるというところになります。でさらにですね、この後にですね結構ね面白いのがですね、前田さんは10日間程度という滞在だったようですけども、もっとですねすごく長い滞在だと最大7センチもね身長伸びるなんてことで前澤さんコメントしていましたけど、本当なんでしょうかね。私もねすごく興味があります。7センチっていうことになると、まあ、例えばですけども170センチで177センチになりますの でそれらがですけども、先ほどの、まあ、一応いわゆる伸びる理論というのは計測身長が高くなる、私の方でよくね計測身長という表現使ってますけども、まあ、骨と骨の配列上ですけども、 S 字状に例えばですねなってるものがこういう風にねピンと縦は当然ですけど長くなるわけですね。まあ皆さんもね、イメージ湧くと思いますね。こうなってるものがビーと、こういう風になりやすいわけですよね。その宇宙空間ではですね、重力がかかると曲がるっていうのが、重力がかからないと伸びるっていうところなんで、まあそういったところになりますので、まあそういったのですね、7センチって正直言って結構厳しいんじゃないかなっていうのが、まあ私の感想になります。まあただしね、身長をね、改善するってことはあり得るっていう風な表現はね、できると思います。はい。で、今日ねちょっと緊急で撮影してみましたけどね、今後も全身全霊で、ね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人ね、ぜひね前澤さんもね、私のチャンネルで、ね、登録していただけると嬉しいななんて思って撮影してます。それではまた、バイバーイ。身長ビヨーン。